出しが問題なんじゃ。今一度酒場刀でないあの刀を抜けば、人斬り抜刀斎であった頃の自分に立ち戻ってしまう。人斬り抜刀斎、日村が。そして二度と流浪人には戻れまい。おい、人斬り抜刀斎が人斬んのに何躊躇しとんじゃ。ええで、人を斬る喜びを忘れました言うんなら、わいが思い出させたわ。実演を踏まえてな。ミオリン！ミオリン！あんたの言う平和の申し事やるから先にバラしてるわ。今のは挑発じゃ。ワイをこげにした運はきっちり返すで。ボロさん、後ろから口出しじゃ。なに、なんや今の挑発のは、まるで別人やんけ。飛天御剣流勇敢戦つむじ。